はいどうも皆さんこんにちは、野永雄生。今回はですね、まあ BMX を使ったちょっと秘密の技をお教えしたいと思います。よろしくお願いします。というところでね、まあ普通に例えばここを手配としてこう来てジャンプするとしたら、まあ飛距離、まあ高さこんなもんですよね。これをかなり格段に飛距離を伸ばす方法というのをね、まあお教えしたいと思います。よいしょ。まずですね、この覚えていただきたいのが、この上り坂の時に、まあ、助走をつけバニーホップをして、ここでストッピー、まあそのジャックナイフをすると微妙に加速するんですよ。今回はそのループのとこでそれをやるとかなり伸びるんですね、まあ、成功するとそれをねちょっとやってみたいんですけど、まあ、こういった助走をつけてここでここするとかなり上に飛びます。もう一回やりましょうか。上り坂のところ、まあ、例えばその辺でジャックナイフをするとこう加速する。これをやっぱりハーフパイプでやるとめちゃめちゃ飛ぶというちょっとした小ネタなんですけど、小ネタというか小技ですね。この辺でこう、ちょっと今の低かったかなまあそういった技です。まあ本当どこでもできるんで、こういう階段なんかでもこうできなかったまあタイミングの問題です。そうですね、本当これだけの動画なんですけどね、こういった小技もありますよっていう動画でしたね。はい、というわけで今回これで終了したいと思います。ではでは、まあ最後に一発決めて終わりましょうか。なんか最近短い動画が多いですな。よいしょ。じゃあ最後に一発、よいしょ。ではでは、次回もまたサン・アンドレアスで会いましょう。